セットアップに時間かかりましたが、お久しぶりです皆さん。リプレイビューアーの皆さんもありがとうございます。音楽も聞こえてますかね。英語の方のチャンネルからもログインしたいと思います。なのでこちらぜひフォローしてください。で、通常はこの「プチペリストーリー」っていうのは毎週水曜日、アメリカの時間で水曜日なので、日本だと木曜日の9時半の朝ですかね、になっちゃうんですよね。で、これ今日のおさらいはいつも水曜日にアメリカでしたものを週末、まあ朝、こっちは朝なんですけど、今ね日差しが強いですけど、なのでそうですね、日本は土曜日の夜になっちゃうのかな、10時とか11時とか、たまに12時とか。で、先週はサンクスギビングっていう、なんていうの、感謝祭のお休みだったので、まあアメリカは大きなお休みが4つあるんですけど、そのうちの1つですね、サンクスギビングで、来月、まあ今月か、12月なんで今月がクリスマスです。お正月はほとんど特にイベントはないですね、カウントダウン以外は。なので、あと他に2つの休みっていうのはメモリアルデーっていう、まあ、海開きの日と、あ、レバーデーもあるかな、レバーデー、あともう1つはフォースオブジュライ、5つあるか、フォースオブジュライもあるので、ちょうど今2ヶ月おきぐらいですね。休みがあんまりないのが1月からそのメモリアルデーまでが結構長く感じますね。1、2、3、4、5って働くので。学校なんかはスプリングブレイクっていうのがあるんですけど、仕事をしてる人たちは休みなく1、2、3、4、5って働くので 休みなくっていうか、長い休みがなくてね。だからちょっと長く感じるかもしれないですね。はい、おさらい、11日、22日、いい夫婦の日っていう日ですね。その日は手提げじゃなくってスノーシュガービデオの2周年記念の日でもあったんですけど、その日に配信したものを、もう2週間経っちゃいましたが、今おさらいをするということをやってみたいと思います。でも1週明けちゃったのでね、タイミングがずれてるから見てくれる人も少ないかもしれません。だいたい定期的にやってると1週ぐらい空けちゃうと、急にこうビューワーの人っていうのは減っちゃいますよね。あとはね、今クリスマスの飾り付けとかがいろんな国で行われているから、たくさんの人がスコープしてますから、そちらの方がね、人気があるっていうのは事実ですね。はい、で、今週じゃなくって先週か、天職っていうことについてピッチを書いてみたんですけど、まあ、天職っていうことについて書こうかなって思ったり、スノーシュガービデオで撮ったアーティストさんのビデオでなんかそういう話をしようかなと思ったんですけど、スノーシュガーの2周年記念っていうのもあって、まあ、ピッチの続きを書いて仕上げてしまおうっていうものなので、まあちょっと業務的ですからね、つまらないと思う方もいるかもしれません。誰これ、ちょっと待ってください、スライド飛びすぎちゃいました。はい、なのでこのピッチをいつも勉強し、日本語を勉強してる方でアメリカ人の方たちと一緒に配信しながら直していったんですけど、あとは日本語を勉強したりっていうことで、なので英語の文をまず読み上げたいと思います。 Time is money and average of company training time is 5% of each employee salary. Time is money. Time is money はね、もう皆さんよく聞き慣れてることだと思います。 An average of company training time is 5% of each employee salary っていうのは、これはまあなんかこうレポートっていうか新聞の記事みたいな内容ですけど、まあこれアメリカの情報だと思います。日本の会社には適用しないかもしれないですけど、まあ従業員の5%のに当たるサラリーの時間っていうんですかね、まあ、要するに従業員の働く5%の時間は
企業はトレーニングに使っているということです。研修、要するにあの研修、何でしたっけ、スタッフトレーニングっていうものに 5% ぐらいの時間を費やしている、最低ってことですね、アベレージ。まあ、最低じゃないか、アベレージなので平均 5% 費やしてますよっていう文章です。 An average of company training time is 5% of each employee salary。 で次が、So if you cut by 50% of that communication time and improve for better communication。 で、その 5% のうち、あ、 5% がトレーニングタイムなんですけど、まあ、あの会社の中でコミュニケーションを取る手段っていうのはいろいろありますよね。まあ、電話だったり E メールだったり、まあ、ファックスはあまりアメリカでは使わないですけど、まあ、E ファックスとかもまだありますから、そういう、まあ、コミュニケーションツールですね、ファックスだったり、まあ、最近 E メールも使わなくて、なんていうんですか、そのコミュニケーション、なんていうんですかね、ああいうシステムは日本だとチャットワークみたいなので、アメリカだとスラック、あの IT 業界はスラックで、あとはヒップチャットとかもありますけど、そういう社内チャットシステムっていうか、まあ、E メールだと社内のことをだけで話し合わないでいろんなものが来ますから、社内だけのカンバセーションっていうか、そういう会話が記録されるプラットフォームが残るものっていうものを使ってはいるんですけど、それでもコミュニケーションがうまくいかない、バッドコミュニケーションですね、うまくいかない場合がある。でそのうまくいかないコミュニケーションの時間を 50% 節約したら、 Better communication Improve for better communication、 要するにもっと良くなるんじゃないかってことですね。 The company will increase 3% of more profit。 A company will increase 3% of more profit。 で 50% カットしたら、することが実現できたら、全体的に 3% の利益が向上するんですよっていうことです。The average of company training time は企業の平均研修時間で、これを配信した時に、ここは企業って言うんですよって、会社っては言わないんですよって説明したんですけど、まあ、誰もなんでって聞かなかったんですけど、自分としてはなんで会社と企業っていうのを分けて使うのかなっていうことは感じました。なのでちょっと調べてみたいなっていう、今わからないですけど。で次が cut by 50%、 これは 50% カットされるっていう書き方ですね。 cut by 50%、 50% カット、あとはまあ削減っていう言葉を使いますっていうことを話しました。で次がまだイントロの部分なんですけどね、ストーリーの部分で言うと、ちょっとこれイントロ、あ、隠れてないですね、イントロっていう部分なんですけど、 What's in it for story video classes? これはピッチなので、 What's in it for story video classes? っていうのは、このストーリービデオクラスに何が入ってるかというとっていうような言い方になりますね。ストーリービデオクラスに何が入っているか、まあ、何が入っているかっていうと、ピッチの場合はどのぐらい利益が入っているのかっていうことを説明するときに使ってますね。 We make $3 profit per class a month every single online class. We make $3 profit per class a month every single online class。でこの every single online class っていうのは、まあ、次で説明しますけど、強調するときに一つにこれだけのお金が入ってますよみたいなのを強調するときに使うフレーズですね。ニューヨークの場合が多いのか、まあニューヨーカーが多いのかもしれないですね。他の州はちょっとわからないんですけど、でその一つのコースを売ることによって3ダラのプロフィットが自分たちに入ってくる。まあ、それ以外は例えばコラボレーターに入っていったり、ペイパル使えばペイパルトランザクションフィーが取られたり、あとはウェブプラットフォームを使えばウェブプラットフォームの方にお金を払ったり、サーバーにお金を払ったりっていうような、いろんな経費を抜いてっていう意味ですね。で、What's in it? What's in it? っていうのは、
何が入っているか、それには何が入っているか。 Every single、 これ強調するときに使いますね。 Every single detail とか Every single minute、 Every single、 そのときはすべて一つ、訳したらすべて一つなんですけど、でもすべて一つっていうと強調されてない感じがするんですよね、日本語だと。なのですべて一つ一つにっていう、一つを2回言った方がいいんじゃないかなと思いました。日本語の先生がいたり英語の先生がいたら、あのどうですかね、これで合ってますかね。で次が会社側に何が入ってるかですね。じゃあ英語を先に読みます。 What's in it for the companies。 これ S いるのかな、あ、カンパニーいますね。お客さん、自分たちのカンパニーじゃなくて、そのお客さんである会社の方々っていう意味なので S がいりますね。はい、ひでこさん。 What's in it for companies。 Majority of their leaders are analog。 I think これアナログの発音がちょっと違ったかもしれないですけどね。あ、こんにちは、こっちおはようございますなんですけどね。What's in it for the companies? Majority of their leaders are analog age, who used a fax machine, read printed paper manuals. They don't understand how digital age generation workers work on their tasks. ちょっとアナログの発音がもし英語だと違ったような気がします。Analog かな？ちょっと違うかな？イントネーションが違うかもしれないです。日本語でもあの英語で発音するものを英語の発音と別々に記憶しておくのは結構難しい時があります。デジタルもね通じないんですよ、私が英語で言うと。多分発音が日本語っぽくなるのかアクセントが違うのかですね。デジタルって感じですね、英語だと確か。でって言わないんですよね、ディジタルだったと思いますね。Majority of their leaders are analog age, who use the fax machine, read printed paper manuals. They don't understand how digital age generation workers work on their tasks. そうなんですよね。スパニッシュ、スペイン語圏の人も同じことを言ってました。スペイン語と英語と同じ単語があるけど発音が違う。で、スペイン語の場合は意味も違う場合があるんですよね。それを2つ、そうそう、そんな感じですね。デジタルって感じですね。で、あんまり日本人 R を気にしすぎちゃっておかしな発音になるっていうのもあるし、 R の発音をマスターすると今度 L の発音がおかしくなるっていうのはもう日本人特有の悩みですかね。なので R と L がつながってるものがだんだん発音がおかしくなるっていうこともありますよね。でもレストランだけはみんな大丈夫なんです、なぜか。間違いなく発音するよねってアメリカ人が言いますね。まあ、TH の発音とかもあんまり気にしてなんかおかしな発音になっちゃう人もいますけど、そこまで TH を強調しなくてもいいっていう場合もありますけどね。まあ、とにかく日本語の発音と大幅に違うから難しい、まあ、難しいと思ったら難しいですよね。だからサウンドを聞いてそれを真似るっていうのがいいんじゃないですかね、あんまり文字を見ないで。はい、でここでわかりますね、フランス語なんかもそうですよね。フランス語も H を発音しちゃいけないんだって思うと余計難しく考えちゃったりとかね。The majority of their leaders、 ここで言いたいのは、まあ、これを英語で配信した時にアメリカ人の方が、もうそういう、もう自分の職場でもまさにこれが問題だっていうことを話していて、要するに私もそれ最近気がついたというか、自分たちでこれを発信するって決めてからミレニアルっていう人たちに、 ありがとうございます、インバイトしてて、今ね私と2人しかいないんですからでもいいんじゃないですか、あの後で見てもらうっていう感じでも、でもインバイトしてもらって皆さんにもね勉強してもらえたらいいですけど、日本世の中ですからね。
夜中っていうか、もうすぐ結構遅い時間ですからね。昼間アクティビティが高かった人にしてみたら、まあ、夜型人間の人にとってはまだまだまだですけど で、このマジョリティオブリーダーの人たちが、要するにアナログエイジ、レトロエイジではないけどアナログなので、 E メールはさすがに打てるけど、あ、音声が時々途切れますか、なんでだろう、 Wi-Fi そんなに弱くないんですけどね。じゃあ同じこと何回も喋ったらいいですかね。あ、こんばんは、まさきさん。今日は遅くまで起きてますか？週末なんで。で、ここの問題というか、要するにリーダーがデジタルエイジの方たちの気持ちが理解できてないっていうところに、コミュニケーションの問題が発生している。こんばんはっていうことですよね。だからデジタルエイジっていう、まあ、英語だとミレニアル世代っていうふうに言うんですけど、日本では何世代っていうんですか、ゆとり世代でしたっけアメリカでは1980年から2000年前半っていう言い方をするんですよね。なので2000年の、まあ、2005年までってことじゃないですかね、のジェネレーションの方たちをミレニアル世代っていうふうに呼んでいて、アナログ世代っていうか、まあ、ジェネレーション X のことを言うんですけど、ジェネレーション X っていうのは1965年以降から1979年までかなに生まれた方たちのことを言いますね。それより前の人はレトロ世代って言われちゃうのか、日本、こっちだとベイビーブーマーっていう世代かな、そのもっとあったかな、その間に、まあ、そんな世代です。なのでその間にはどうしてもギャップが生まれてしまってる。で、それがコミュニケーションとしてうまく取れていないってことなんですよね。79年、あ、ギリギリでもどっちにもいけるってことじゃないですか。あ、ミレニアル世代にもなるし。あこさんこんばんは。なので、で、マジョリティオピーポーっていうのは、まあ、大抵の人っていう言い方もできますけど、でも大抵の人っていう時は普通の人とかっていう言い方もしますよね。あと、あ、こんにちは。こっち日本語で OK ですよ。まあ、英語でタイプする方が楽っていうのありますよね。日本語のキーボード大変だし、打つ回数も増えちゃうからね。普通の人っていうのは余談ですけど、海外に住むと誰が普通の人なのって思うことがよくありますね。で、大抵普通の人って言ってる時って自分のことか自分の周りの人のことです。あ、確かに赤いマークが出てるからちょっと声が途切れるんですかね。なんか OBS 使ってるんですけど、オープンソースの、オープンブロードキャスト、赤いウォーニングが出るから確かにこの時にちょっと Wi-Fi が弱くなってるのかもしれないですね。すいませんね、音が途切れたりしてたら。なので、そう、笑っちゃいますよね。普通の人ってさ、そんなの普通の人しないよねって言った後に、誰普通の人って っていうふうに思うことが多いのと、あとはアメリカにいるとどうしてもアメリカ人ってさとか日本人ってさっていう言い方をすることが多いんですよね。そうすると、僕の知ってるの日本人はそんなことしないよって言われたりすると、日本人って言ってるのも自分のことを言ってるのかなって思いますね。なので言葉には十分気をつけなきゃいけないなって思います。で、そうなんです、これ日本語バージョンなんですよね。英語バージョンは水曜日の夜にやるんですけど、日本だと木曜日の朝ですかね。今週はちょっと他のミーティングが長引いてできなくなっちゃった。価値観ね、変わっちゃいますよね。なので、あ、やっぱり途切れるんですね。今グリーンだから大丈夫ですけど、たまになんか赤い色に変わるから、その時に途切れちゃうのかもしれないですね。録音は無事にされてるといいんですけど、なんかあれですね。すいませんね。言い直しますから、途切れた時は言ってください。なので、英語では Poor Choice of Word っていう言い方があるんですけど、なんかこう言い方が
悪かったりとか自分本位な言い方になってしまった時にそういう言い方で謝る、 Sorry for a choice of words とか、あとはちょっと何て言うんですかね、あの失礼なことっていうか、まあ、F ワードって知ってます？ F ワード、放送禁止用語ですけどね、あのラップの歌なんかにいっぱい出てきますけど、そういうことを言ってしまった時、普段言わないのに、その時も Pardon my French っていう、なぜかフレンチなんですよねごめんね私のフランス語みたいな言い方なんですけど、要するに、まあ、F で始まるからですかね、そういう F ワードを言ってしまって失礼しましたっていうような時に使います。でもチンプンカンプンっていうのはグリークトゥミーっていうんですよね、ギリシャ語、まあ、日本のチンプンカンプンっていうのもあれですけど、まあ、いろいろ言葉は勉強すると面白いことがたくさんありますよね。今赤になってるからまたね音が途切れてるんじゃないかなと思いますね。ちょっとリピートしますか。あ、今グリーンに変わりました。で次がボディの部分に行くんですけど、さっきまでがイントロで今度ボディに行くと They are using digital devices to read company manuals creating a gaming structure of goal action plan ですね。They are using digital devices to read company manuals and creating a gaming structure of goal action plan. なのでそのミレニアル世代っていうのはもうデジタルデバイスに慣れてますから、あの見たことあると思うんですけど、赤ちゃんとかももうお母さんが子供をあやすために iPhone とか iPad を使っちゃうから、もううまく操作ができちゃうわけですよね。画面を触るとページが変わるっていうのは知ってるので、マガジン、あのペーパーマガジンですね、紙の紙素材の雑誌とかを見てもiPad をめくるかのようなめくり方になってるっていう、もうそういう世代ですから、だから会社のマニュアルとかももう本みたいな書き方じゃなくてちょっとゲームっぽくした方がより効果があるんじゃないかなっていう気はしてます。どうですか皆さんの職場では。で私はそういうリーダーの人たちに、まあ、結局はマインドセットを変えてもらうしかなくてですね、トレーニングをのコツをお伝えしたりマーケティングのコツを伝えたりすることが多いんですけど、皆さんなかなかそのマインドを切り替えられない方が多いんですよね。なので長く時間がかかりますが、それを一生懸命リーダーの人たちはミレニアル世代に合わせてトレーニングしてるっていう感じですね。まあね、なかなか固定概念っていうのは直せないですよね。また赤になってる、途切れ途切れですね。なんでなんだろう、 Wi-Fi はどのぐらい強いのか、 Bluetooth、 みんなあれですかね、ネットをしてるからなんだろうか、なんで Dropped frame、 ちょっと原因が分かりませんすいません。シグナルね、どうなんだろう、今グリーンになってますけどね、 5G にしてあるんですけどね、 5G になってないのかな、でも切れちゃうかもしれないですね、今他のあれに変えちゃうと。すいませんね、でも今グリーンなんですけど、またでも多分確かに途切れ途切れになっちゃうかもしれないです。じゃあちょっとスライドが戻れちゃう、これですね。で今週、あ、この今の文章から日本語で勉強されている方に取り上げたのが2つあって、カンパニーマニュアルとアクションプランですね。カンパニーマニュアルは会社の規約っていうふうに説明したんですけど、
ここでまた疑問に思ったのは、ここでは企業って言わないですよね。ここでは会社なんですよね。だからまあ日本の場合は言葉は2つあるって考えた方がいいですよね。英語だとカンパニーしか使わないんですけど、単語で。でも日本語だと使い分けがあるってことですね。会社だったり企業だったりってこと。でアクションプランっていうのは日本語でもアクションプランっていうのかな。最近はちょっと9年ぐらい日本に帰ってないのでわからないですけど、こんばんは。でも日本の企業でこちらに駐在に来た方もアクションプランって言ってたような気がするんですけど、まあ行動計画ですね、アクションプラン。皆さんありがとうございます。たくさんフォローじゃないわ、インバイトしていただいて。途切れ途切れなんで申し訳ないですけど、あのちょっと次回までにはそうならないように原因を追求しておきます。まあこのプラットフォームを機会に皆さん会話を楽しんでくださいって感じで。こんにちは。なんか続々といい話あ本当ですか。アメリカ事情ですね。ひでこさんからリクエスト来てますからね。あの何でしたっけ、ロックフェラーセンターのツリーをスコープする。ロックフェラーセンターの、また途切れてるかな、赤いウォーニングになってますね。ロックフェラーセンターのツリーの向かい側にサクスフィフスアベニューがあるんですよね、デパート。そのサクスフィフスアベニューがいつも毎年あのビルをに投影する、なんて言うんでしたっけ、プロジェクションって言うんでしたっけ、っていうのをやっていて、イエティっていうの時すごい良かったから、今年は何をするのかなと思ったら、今週誰でしたっけ、名前忘れちゃった、ニューヨークのスコーパーの人がそれを配信してって、でも今年はプロジェクションじゃなかったんですよね。英語を使わないと。あ、本当ですか。そう、将来ね絶対英語を使わないと日本は危険な状態になりますね、こっちから見てて思うのは。あ、そう、プロジェクションマッピング、それ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 をやっていて、すごい良かった、面白かったんですよ。今でも YouTube に残ってますから、サクスフィスアベニュープロジェクションとかクリスマスなんとかって入れると、イエティってあの雪男って言うんでしたっけの時が、雪だるまの時すごい良くて、今年来年は何だろうっていう風に楽しみにしてたんですけど、今年はプロジェクションマッピングじゃなかったんですよね。あのなんていうんですか、電飾っていうのがまたわけわかんない、ライトニングライトアップみたいになってて違うものでした。でもすごく綺麗でしたよ。彼女は一生懸命あのスコープしてて、フィーチャーされたんじゃないですかね。なんかものすごい人が見てました。話はそれましたが、そうです、英語はねこれから絶対覚えた方がいいと思います。なぜそう言うかというと、今から後でお見せしますが、ユーデミっていうクラスを作ったんですけど、それに対してもそういうのが、ね、まず先にじゃあこっちから行きますか。これ顔いらないですかね置き場所がない、しかもこんな真っ黒で何も見えないしね。ボディーパートなんですけど、まだピッチのとこですけどね、またちょっとテクニカルな言葉が多いですけど、Over 5 million small businesses in US struggle to communicate and train digital age workers. By changing the method of training using storytelling, they save $60,000 a year by communicating and training with digital age workers. なんとなくわかります?あの、最初のセンテンスが、ニューヨークじゃないわ。アメリカのスモールビジネス、中小企業。スモールビジネスっていうのは従業員が100人までです。売上ではなくて従業員の数で言いますね。あ、比較的大丈夫ですか、よかったです。で、5ミリオン、500万社ぐらいですね。ニューヨークじゃない、 USA、 アメリカのあの企業数の数です。まあ90、日本とそれは一緒だけど、90何パーセント、6%ぐらいは
中小企業なんですけど、まあ、それはフリーランスの方も含んで中小企業に入ります。 98% じゃないか、ミッドサイズってのがあるからちょっとパーセンテージ分かんないですけど、まあ、500万社ぐらいのビジネスの人たちはコミュニケーションを取るのに苦労してる。誰と取るのを苦労してるかっていうと、このトレインビジネスエイジワーカーだ、デジタルエイジワーカーですよね。ミレニアル世代の人たち、もう記憶がある時からデジタルデバイスがあった世代です。で、次のセンテンスが By changing the method of training using storytelling、 ストーリーテーリングをもっとうまく使ったトレーニングの仕方をしたりするようになると、そのコミュニケーション不良っていうのがなくなって、まあ、会社としたら平均年間60万ドルだから、いくらぐらいだ、60万ドルだから、まあ、100円計算したら6000万ぐらいですね。6000万ぐらいのお金がセーブできますよっていうことです。で、そこから2つ単語を取って説明したのが、1つ目がストラグル。ストラグルってなんか苦しんでるとかもがいてるっていう訳が多いと思うんですけど、まあ、これをもし訳したとしたら、苦しんでいるとかもがいていますっていうふうに訳すとちょっと変なので、困っていますっていう方が近いですね。で、セーブっていうのは簡単な言葉ですけど、ここでは節約できるっていう訳になると思います。たくさんハートありがとうございます。このままステイすることを願います。今のところ赤いランプ出てないので。で、コンクリュージョン、最後の起承転結のケースですね。はい、こんにちは。あ、韓国から見てもらってるんですか。韓国って日本と同じ時間でしたっけ。1時間時差があるんでしたっけね。で、コンクリュージョンが起承転結で言ったら結になるんですけど、If we prefer this story video communication tool to 27 companies a month, we will be profitable. If we continue to get 27 companies every single month for the next 12 months, we will help 324 companies with their pain points. いや、もがいてるでいいんですよ。もがいてるで合ってるんですけど、ここでのピッチを日本語に訳して日本企業に伝えてる場合にもがいてるっていう表現だと、ちょっと日本語としておかしいので、困ってるっていう言葉に変えますっていうことですね。やっぱり困ってるっていう言葉は本当は違うんですよ、ストラグルの場合は。でも訳した時にそのまま訳してしまうと通じないというか、ニュアンスがちょっとおかしくなることがあるので変えますよっていう意味です。私の場合はこれ、あの、英語の勉強ではなくて、いかに自然に訳せるかっていうか伝えられるかっていうようなことを皆さんにお伝えしているので、あの、学校の英語の先生とか日本語の先生とは違うと思います。なので、やっぱりどうしても日本語を勉強しているアメリカ人が私たちに話すときって不自然な、そうですね、問題を抱えているとか苦労しているとか、そっちの方が自然ですもんね。そういうふうに伝えた方がいいですよっていうことですね。なので、教科書に載ってるようだとか辞書に書いてあるようなことを言うと、まあ、私たちも Google トランスレートを使うじゃないですか。その Google トランスレートを使ってそのままその文章をアメリカ人に伝えると、ん、何が言いたいのかわからないとか、これはどういう意味なんだろうっていうふうになっちゃうっていうことです。だから相手に伝えやすくするためにちょっと変えた方がいいですよっていうところで、そこは難しいんですけどね。Google トランスレートにも AI を入れたり、いろんな癖を入れればできるかもしれないですけど、今のところは。でも2000年ぐらいの Google トランスレートよりはだいぶ良くなりましたよね。そうなんですよね、自然に訳すの難しいですね。あとはさっき話したみたいに、普通の人とかっていう普通の人がね、意味がみんな違うのと一緒で、聞く人によって違いますから、例えばスタートアップワールドの人にピッチしでその言葉を使えばいいけど、そうじゃない業界の人に使うと、いや、こんな日本語言わないよっていう風になっちゃったりしますから、
特にこの文章ではこのペインポイントっていうのを使ってるんですけど、実はこれは あんまりみんながみんな使ってる言葉ではないですよ、ね、だから本当だったらここは their problems っていう方が自然だし万人の人に分かってもらえる。でもただっていう感じですね。そうですね、そこが難しいとこです。だからそれは外国人で日本語を勉強されてる方と話してると言いたいことはこっちに伝わるけど本当は他の言い方の方がいいよって思う時あるじゃないですか。でもそこまで直してあげなくてもいいかなって思ってるうちに彼女とか彼はそれは正しいと思ってずっと使ってて、でも誰かがそれ本当はこういうふうに言った方がいいよって言った時に誰も今まで教えてくれなかったっていうことがあるんですよね。なので私はなるべく気がついたらこっちの方がいいんじゃないっていうふうに言ってあげるようにするんですけどね。日本人はそこを優しさって思ってるんですよね。言ってあげないで聞いてる方が。だけどアメリカ人は言ってくれた方が優しさだと思ってることが多いですね。これ本当の話なんですけど、日本人の男性の方がアメリカ人の女性と結婚して、アメリカ人の女性がお味噌汁を毎日作ってたんですね。でも彼女は出汁を入れることを知らなかったんです。でずっとそれを食べ、旦那さんが美味しい美味しい食べてくれてた。だけどあるパーティーの時にそれを出したら、これ出汁入ってないよって言ったんですよね、ゲストの人が。そしたらうちの旦那さんは教えて、こんなことは教えてくれなかったっていう、それが何十年も経ってからの話なんですけどね。なのでそういうことがありますから、日本人の男性の方は特に優しいので教えなかったり言わなかったりすることはあると思いますけど、早いうちに言ってあげた方が実はいいんだってことですね。違う話になりましたが、それでちょっとこれ余計な話してるから分かんなくなっちゃいましたよね。じゃあもう一回読みますね。 If we offer this story video communication tool to 27 companies a month, we will be profitable. If we continue to get 27 companies every single month for the next 12 months, we will help 324 companies with their pain points.ね、でこの profitable っていうのはよく会社の中ではよく使う、利益が出るか出ないか、これ重要ですからね。利益が出なかったら会社は倒産しますから。これすごく面白いことを言うと、面白いっていうか当たり前なんですけど、会計者の方で利益が出ない、赤字っていうのは赤い血が流れ出てることだから早く血を止めなきゃいけないんですよっていう。確かにそうですよね。赤字を垂れ流しにしてしまったら会社は潰れるわけですから、だからプロフィタブルにしなきゃいけないですね。で solve pain, someone's pain points、 これはそのスタートアップでよく使う言葉で、痛みを和らげる、悩みを解決するっていう意味ですね。直訳すると痛みを和らげるっていう意味です。 pain points なので痛い部分を和らげてあげる。でもそれを痛い部分を和らげてあげますって言ってもいいんですけど、詩的な表現になるから。でも実際には悩みを解決するっていう言葉の方が正しいってことですね。でなぜ痛みを和らげるかっていうと、ビジネスっていうのは皆さんの問題点を解決するために存在する。だからそれが解決しなくなってきたら、もう世の中の人たちがこんな会社はいらないって思い始めるってことなんですよね。なのでその痛みを和らげるのがビタミン剤であってはならない。要するに毎日取って少しずつ和らげるっていうことではなくて、もうペインキラー、もう即痛みを和らげるような効果でないとビジネスは長く存在しないっていうような言われ方をしてます。アメリカでも鎮痛剤っていうのはあるんですけど、ペインキラーの方が上なんですよね。もっと強い。日本人の人はちょっとそのペインキラー飲んで具合悪くなっちゃう人もいますけど、ペインキラーじゃなきゃいけないっていうのはすごく分かりやすい表現だなと思いました。
で、ユーデミーのコース、日本語のバージョンができたので、それをやっと公開できたんですけど、さっきお話ししたみたいに日本語のクラスっていうのはユーデミーっていう市場マーケットプレイスなんですけどね、そこを使っても同じようなマーケティングをしても英語のクラスの生徒の4分の1もいかないんじゃないかな。そうですね、言ってあげるっていうのは、だから言うっていうのはね、あ、もう12時ですか。そうですね、遅くまでありがとうございます。またリプレイは途切れてないで録音されてることは願いますが、ありがとうございました、遅くまで。そうなんですよ、言うっていうのは勇気がいるんです。注意してあげるっていうのも実は勇気がいるんですよね。親も叱るっていうのは勇気がいるんですよ。だからその勇気をなくしてしまったら相手を傷つけるだけなんですよね。だから言われた方も素直に聞かなきゃいけないところですよね。自分たちもね、分かってませんでしたけどね、10代20代の時は言われて素直に聞いてたかっていうと難しいところはありますが、でも言ってもらえるうちがありがたいっていうのは勇気を持つときに感じますね。これ言ってあげた方がいいかな、でも言わなくてもいいかな、誰か言ってくれるだろうっていうふうに思うときもねありますけど、でも自分が言わないと誰も言わないと思っていつも言うようにしてます。それと同時に自分も言ってもらったら素直に聞くように努力してますね。はい、遅くなりますからね。そのユーデミのコースにしても同じマーケティングをしても日本語のコースだとやっぱり4分の1ぐらい、もしかしたらそれ以下の人しかコンバージョンしないので、転換率です、転換ですね、転換率なので、やっぱり市場を広げていくためには英語ができないといけないし、英語を話すスタッフの人を日本の企業もどんどん雇っていくような体制にならないと。だから楽天さんなんかは社内共有語は英語ですから、もともとだから今転換する必要も、転換する人もないし、もっとアメリカ人と一緒に仕事をうまくしていけばいいんですけど、日本語しか話さない会社の場合は少しずつやっぱり英語を取り入れていくようにした方がいいですね。日本ももう人口がどんどん減ってますから、働ける人口減ってるプラス働ける人口も減ってるわけですから、で出生率も減ってるわけですから、もう急いで英語を取り入れていかないとかなり危機に陥ると思います。はい、これが最後のスライドかな。あ、そうですね、次がありました。でなるべく毎週の水曜日日本時間で朝9時半になりますが、英語の方の配信をしていって、週末はもうちょっと早い時間ですね。今こっち冬時間なので時差が24時間あるから、今こっちで朝の10時なんですけど、もうちょっと早い時間におさらいができるようにしたいと思います。皆さん遅くまでありがとうございました。質問などありましたらツイッターの方で遠慮なくしてみてください。ツイッター、あ、そうか、日本語のツイッタースノーシュガーじゃないんですよね。スノーシュガーじゃない、取られた他の方が持ってるので、手下げ JP です。手下げ JP がツイッターです。長々と話しましたがありがとうございます。それでは皆さんのストーリーもぜひ共有ください。興味あればストーリーね、書くの簡単なんで、どんどんで書くっていうことで自分を振り返ることも内観っていうんですけど、内観もできますから、いろいろお互いに頑張りましょう。ありがとうございました。すいません、途切れ途切れで録音がちゃんとされてることを願います。またお待ちしてます。ありがとうございます。